オックスフォードサーカス駅は、ロンドン中心部の二つの大通り、オックスフォードストリートとリージェントストリートが交差する、オックスフォードサーカス直下にある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。セントラル線、ベーカール線、ビクトリア線が乗り入れ、ロンドン地下鉄の中では3番目に、ナショナルレールと接続しない、地下鉄駅としては最も乗降客が多い駅である。 駅への出入り口は、オックスフォードサーカス周辺に8カ所ある。トラベルカードゾーンは1。当駅は1900年7月39日に、セントラルロンドン鉄道の駅として、開業、ついで1906年3月10日に、ベーカーストリートウォータールー鉄道プラットフォームが新設された。2つの路線は別の会社によって運営され、それぞれ別の駅舎を使い、 プラットフォームまでのエレベーターもそれぞれのものを利用していたが、プラットフォームレベルでは通路で2つの路線が結ばれていた。開業以来駅構内の混雑問題は状態化し、度重なる改良工事も抜本的な解決とはならなかった。2路線の経営会社は混雑解消に向けた協議を行い、1912年から1914年にかけて駅の大改修工事が行われた。 この工事では主に BS&WR の関連施設が対象となり、具体的には BS&WR 駅舎地下に2つの路線の乗車券を共に扱うチケットホールが新設された。また BS&WR で利用されていたエレベーターが撤去され、新たにエスカレーターが導入された一方、CLR プラットフォームへは引き続きエレベーターが使用された。 このような大改修を施したにもかかわらず、ロンドンの人口増加の結果、当駅の利用客は増え続け、1923年にはさらなる改修が行われた。前回と異なり、この改修では CLR の関係施設が対象となった。CLR のプラットフォームへのエスカレーターが整備され、CLR の駅舎は出口専用とされた。 これに続いて1928年に当駅3期目のエスカレーターがベーカール線ホームへのアクセス用に設置された。1942年にはセントラル線のプラットホームからアーガイルストリートにある出口へのアクセスを主目的として高速エレベーターが再導入される。エレベーターの再導入はロンドン地下鉄ではあまり例がない。 ベーカールー線とビクトリア線の対面の理解図1969年、ビクトリア線は当駅に接続した。ビクトリア線のプラットフォームやエスカレーターなどの設置工事は、カブンディッシュスクエアやアッパーリージェントストリート、アーガイルストリート周辺に複数の工事残業用トンネルを掘削して行われた。ビクトリア線のプラットフォームは、ベーカールー線と 並行して作られ、対面の理解となっている。加えて、この開業に伴う、駅構内の混雑緩和のためのチケットホールが、オックスフォードサーカス直下に新設された。この工事は、オックスフォードサーカス直下を掘るため大規模になり、リーゼントストリートとオックスフォードストリートの交差点上に、アンブレラと通称された。 仮説橋が作られ、1963年から1968年までの5年間に渡って使用された。1976年2月23日、駅構内でアイルランド共和軍が仕掛けたとみられる。約1 0ラムの爆弾が発見。爆発前に処理されている。1984年、回収作業中に火事が起こり、当駅は一つのプラットフォームを全焼する損害を、 受けた。この火事はタバコが通気口の格子の中に捨てられ、通気口を通して倉庫に到達し、倉庫にあったものに引火したために起こったと考えられている。この火災がきっかけとなって、ロンドン地下鉄工内及び列車内は禁煙となった。しかしこの処置にもかかわらず、1987年、キングスクロス、セントパンクラス駅で31名が亡くなる火事が起きてしまう。 この火事は老朽化したエスカレーターが原因で、この死者を出した火事を契機として、ロンドン地下鉄は、禁煙だけでなく、設備の近代化と出荷対策に踏み切るのである。当駅開業当初から残っているのは、アーガイルストリートとオックスフォードストリートの交差点に、ある二棟の駅舎である。旧、CLR のオックスフォードサーカス東側、アーグイルストリートとレジャンストリートに挟まれた。 強硬な場所に設けられた駅舎が駅出口として利用されている。この建物はハリーベルメジャーズ設計建築の最も保存状態の良いものの一つである。QBS&WR の駅舎はオックスフォードサーカス西側に位置し典型的なレスリーグリーン設計である。ロンドン交通局ロンドン地下鉄セントラル線本線、ボンドストリート駅、オックスフォードサーカス駅。 トテナムコートロード駅、ベイカールー線、リージェンツパーク駅、オックスフォードサーカス駅、ピカデリーサーカス駅、ビクトリア線グリーンパーク駅、オックスフォードサーカス駅、ウォーレンストリート駅、マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時、データ、ロンドン交通局。2015年3月31日閲覧。 DIRECTENQUIRIS.COM http//www.DIRECTENQUIRIS.COM スラッシュ STATIONFO.SPX i n タブイコールオックスフォードサーカスカンピニートイコール七万四千74372レベルイコールに地下鉄で爆弾テロロンドン IRA か ありがとうございます。